今回は照明についてお話ししようと思います。照明計画は非常に難しい。どのぐらいの明るさになるのか想像して考えなければいけません。よく言われる言葉に陰影来散、これは電灯がなかった時の日本の美を考える。陰影つまり暗さ、暗いところがあるということは日本の美を感じさせる。薄暗い部屋万歳というもの、おそらく。私は読んでいませんので。でもこの本に結構影響を受けている方がいます。ただ私は思うんです、暗いのは嫌だ。皆さんご機嫌いかがですか。ダンディ M チャンネルの M です。照明については打ち合わせの最後の方に決めていた、そんな感じでした。冒頭に言ったように薄暗い部屋は嫌です。薄暗い部屋は気味が悪い。私の場合は落ち着くとかではなく、霊がいるんじゃないかとか、そっちの方の恐怖を感じてしまいます。またこうして私は夜中に YouTube の動画を作ったりして眠くなるわけにはいかないんです。つい先ほど椅子の上でドゥーンしてしまいました。なので落ち着いた部屋で自然と眠気を誘うなんてことは私には必要ありません。まあ家族はそうでもないでしょうが、この動画の中では私が取り入れたもの、そして諦めたもの、そしてどうしてもこれを入れたいと思ってつけたもの、そのあたりを話していきたいと思います。まず照明の色の話からしていきましょう。皆さんご存知だと思いますが、照明の色は大きく分けて3種類。オレンジっぽい色の電球色、この色は落ち着いた空間が作れると言われています。そして少し青っぽい感じの中高色、この色は文字なんかくっきり見え作業なんかに適している色。そして真ん中の中白色、電球色は昔の裸電球の色みたいな感じで覚えやすいんですが、私の場合は中白色と中高色、これがなかなか覚えられませんでした。似たような名前で。なので打ち合わせの時はオレンジっぽいやつ、そして青っぽいやつ、そして白というふうに言っておりました。もしくは真ん中の色と。電球色を使ったのはお風呂とトイレ、あとは全部中白色、真ん中のやつを使ったと記憶しています。中白色と中高色、個人的には同じような感じ。私の今住んでいる建売り住宅はほとんどの部屋がシーリングライトですが、リビングにあるシーリングライトは明るさの度合い、また色も変えることができるものを選んでつけているんですが、この電球色にすることはほとんどありません。というか全くありません。なので最初新しく建築する家についてはリビングは調色付き、また調光もできるものを考えていたんですが、結局色を変えることはしないなと思ってやめました。そして照明のほとんどはダウンライト、私はパナソニックホームズで建てるのでもちろんパナソニック製品がほとんどです。そして当初提案されたのが 60W だったので、私は全部 100W に変えてほしいと伝えました。玄関の外、トイレ、廊下以外は全部 100W にしてほしいと。明るさを比べてみると 60W と 100W の違い大きく違います。担当のインテリアコーディネーターさんは明るすぎるんじゃないですかと心配そうでしたが、私にとっては明るすぎるぐらいの方がちょうどいいんですと押し通しました。もしそんなことがあったら 60W に中の電球を変えればいいだけです。ダウンライトもいろいろありますが、私が選んだのはもし中の LED が切れた場合、業者を呼ばずに自分自身で取り替えができるタイプのもの。ダウンライトにも種類があり、業者でないと対応できないものもあるみたいです。 LED が切れるのは、まあ、10年後ぐらいになるかもしれませんが、その都度業者を呼ぶなんて考えられません。多分 2,3 個切れてからしょうがないと思い業者に連絡する。実際はそんな感じになってしまうんじゃないでしょうか。呼ぶのにもお金がかかりますからね。その間薄暗い部屋で生活するなんてことになりかねません。ぜひダウンライトは自分で交換できるタイプのものを選んだ方がいいと思います。このように照明は明るさを重視したんですが、ただ私は全てを全て明るくしようとは思っていませんでした。人が長くいる場所、椅子がある場所は明るくしたい。今度建てる家では2階に勾配天井を設ける予定ですが、イメージを見てみて勾配天井にはダウンライトは似合わない。建築予定の家の場合はリビングからの一部分だけが勾配天井、それをダウンライトでカバーしようと思った場合、ダウンライトの位置がいびつになってしまうんです。なので勾配天井のところにはダウンライトを設けず、壁にこちらのライトを設置するようにしたんです。これは光の角度を上下いろいろ変えることができます。これを一斉に天井に向ければ間接照明みたいな感じになるんじゃないでしょうか。
でもインテリアコーディネーターさんはこう言いました。少し暗すぎやしませんかと。私は答えました。いいや、これでメリハリができるんですと。私は知ったふうな口を叩いてました。その購買天井の部屋の部分は明るすぎるリビングから続いており、テレビぐらいしか置かないので全然いいと思ったんです。ただできてみないと分かりません。もし暗くてもこういうフロアライトを置けばいいだけ。私は薄暗いのは嫌ですが、メリハリはあった方がいいんじゃないかと思っています。照明もアクセントになるようなものもつけていきたい。そのアクセントになるような照明については何を選んだのか動画の最後の方でお話ししましょう。本当はリビングに間接照明なんかも取り入れたかったんですが、間接照明は高くて諦めました。私の今度建てる建物でちょっとした来客スペースがあるんですが、そこに間接照明でおしゃれにしたいなと思っていたんですが、それをすると10万円かかると言われました。間接照明をするために壁に出っ張りを作り、その上にライトを設置する。その金額は10万円。私は思わず、あ、いいですと断ってしまいました。また間接照明についてはテレビの裏側なんかも光らせたいなと思ってたんですが、テレビの裏側なら自分でやった方が安いですよと言われ、目から鱗。そうです、間接照明なら自分自身でできるところもある。テレビの裏側にこういう LED のテープライトを貼り付ければいいだけです。テレビだけではない、棚の内側とかいろんなところに使えるでしょう。家が出来上がってから間接照明を自分で作る、そんなこともできるんだなと今は考えています。また他に設置したものとして1階のキッチンにはダクトレールを取り入れました。1階のキッチンは私の親が使う場所。どのぐらいの明るさが必要なのか全然わかりませんでした。だからダクトレールをあらかじめ設置し、明るさが足りない場合は増設することができるようにしました。また廊下階段なんかも人感センサー付きにし、できるだけ便利に動けるようにしました。ですが、皆さんが聞いたら興ざめするかもしれませんが、各人の部屋、寝室については一般的なシーリングライトを採用してます。そこは身内以外の人が入ってくることは少ないと思うので、シーリングライトでいいかという感じで決めてしまいました。シーリングライトはまず安い。またリモコンもついてきます。リモコンがついてないのもあるかもしれませんが、ほとんどリモコン付きでしょう。ベッドに入ってリモコンで電気を消す、その一連の流れができて安く抑えようと思えばやはりシーリングライト。ダサいと言われようともシーリングライトしかありません。ただシーリングライトでもかっこいいと思えるものがあり、このオーデリックの LED シーリングライト、これはかっこいいです。これは調光調色の機能もついており、形もすっきり、シーリングライトというよりか大きなダウンライトの形をしている、そんなイメージです。ただ問題は値段。今見てみると約3万円。普通の一般的なシーリングライトと比べて3倍近い料金がしてます。まあ時間があるのでゆっくり考えてみましょう。あとライトの話といえば、妻はベランダの軒の部分にこういうライトを設置したがりましたか。私はそれは止めました。おそらく使うことはないと思いますし、窓からの明かりで十分。そして何といっても虫が来る、なのでこの使用はやめました。その他使った照明としては、2階に上る階段の途中にこちらで絵を飾って照らしたいと。これは妻の希望。どんな絵を飾るのかは知りませんが、そこには私の決定権はないでしょう。そして私の書斎にはシーリングライトプラスこちらのダウンライトをつけました。机の上につけます。こちらは集光タイプで角度を変えることができる。だいたいそんな感じでしょうか。それでは妻と私でこだわった照明をそれぞれご紹介しましょう。まず妻がこだわったのは食卓テーブルの上にあるペンダントライト。こちらはネットの方が安いので入居してから自分たちでつける予定です。なんかこの材質形に惹かれたようです。そして私は山際の眉花、このペンダントライトを1階の和室に吊り下げます。ただライトといっても光は非常に弱い、おしゃれな飾り物っていう感じです。ですがなぜか私はこれに惹かれてしまい、少々高いですがつけることにしたんです。残念ながらこちらの方は業者に頼まないと無理なようです。以上、照明についてはそんな感じです。照明は明るさ自体をさらに明るくし、
数も増やしたのでまた追加費用がかかってきました。実際完成を見ないと照明は何とも言えない、確信が持てないような感じです。ただ一つシーリングライトだけは確信が持てます。もうすでに今使っておりますから、ぜひ少しでも参考になればと思います。私の場合は明るすぎるぐらいでちょうどいい。老眼にもなってきてるので文字がはっきり見えないことがストレス。薄暗い中では文字がはっきり見えません。5と6の違い、6と8の違いが分かりにくいんです。そういう中でパナソニックのライトは小さい文字でもくっきり見えるとアピールしている商品もあります。ぜひそれを期待したい。今回は照明、私が採用したものをご紹介しました。それでは今回はこの辺で、ごきげんよう。